クリスティアン・フェヒティンクは、スイスの指揮者。1928年バーゼルに生まれる。バーゼル音楽院に進学し、バレリー・ケギとハンス・フォークトに、ピアノ、グスタフ・ギュルデンシュタインとバルター・ミューラー・フォンクルムに、音楽理論、ハンス・ミュンヒに、指揮法を学んだ。1948年から1952年まで、フライブルク私立劇場の指揮者陣に加わり、 1952年から1957年までビールゾロ劇場の主席指揮者を務めた。1957年から1959年までブッパータール歌劇場の学長。1959年から1962年までベルリン市立歌劇場の指揮者を経て1962年からボスするまでチューリヒ歌劇場の音楽監督の任に当たった。1962年には ルドルフ・ケルター・ボルンのオペラ、テーベの救済の初演を手掛けている。1967年に、チューリヒにて没。父、フランク・マルタンは作曲家。キリー、バルター・バイアハウス、ルドルフ、エーズ・ティボ、キシチャ、ディクショナリー・オブ・ジャーマン・バイオグラフィー、10、デ・グラウター、P228、力億力億2374万6 8クリスティアン・フェヒティング・ディスコングス。 ありがとうございます。